モデル線、モデル線区とは、鉄道などにおいて、先進技術などの実験や、広報などの場などといった、モデルとして設定された路線及びその区間を指す、語である。本校では、東海道新幹線におけるモデル線と、その付属施設、組織について記述する。新幹線計画におけるモデル線、モデル線区とは、東海道新幹線の建設時に、旧国鉄が、 東京大阪完全線に先駆けて完成させた試験用区間である。鴨宮基地が置かれ、モデル線管理区がこれを管理した。神奈川県小田原市と高座郡綾瀬町付近を結ぶ約 30km の区間で、全線開通後は東海道新幹線の路線の一部に組み込まれた。開業から50年以上を経た現在では、鴨宮モデル線区などとも呼ばれる。 東海道新幹線の建設では、それまでにない後期高速電車の研究開発から開業までを1959年から1964年までのわずか5年という短期間でやり遂げることが求められていた。東海道線の増設は喫緊の課題だった。このために全線開通まで待たなくても試作車両や新設備の実地試験を行える場として、 モデル船が計画された。モデル船は、前線に先駆けて建設され、1962年から1964年に、かけての約2年間、新型車両と設備の試験、乗員と、補選要員の要請、夢の超特急の広報と試乗車受け入れを行った。モデル船がなかったら、わずか5年で開業にこぎつけることは難しかったと、 考えられている。現地には、車両基地として、鴨宮基地が設けられ、現業機関として置かれたモデル船管理区がこれを管理した。区長は、田中隆造。モデル船における、研究実務は、鉄道技術研究所が担当した。モデル船、綾瀬鴨宮約 32km 新幹線、開業当時に、 国鉄が刊行した公式記録、東海道新幹線工事誌では、この試験用区間の名は、モデル船もしくは、モデル船区と表記されている。モデル船生端近くの鴨宮には、モデル船鴨宮基地が置かれた。新幹線のテスト走行を行っていた1962年から1964年に、かけて、モデル船の名は、日本中で知られていた。 その走行実験や、試乗会はニュースにもしばしば取り上げられた。しかし1964年の開業から長い、年月が過ぎると、モデル船のみでは、だんだん通じにくくなり、鴨の宮のモデル船から転じて、今では、鴨宮モデル船あるいは、鴨宮モデル船区と表記されることもある。モデル船での綾瀬川の出入り口だった八県庁、 昇降階段新幹線予定路線のうち、神奈川県綾瀬付近小田原付近の区間約 30km。計画当初は、綾瀬小田原間、約 37km を想定していたが、テスト走行が開始された1962年6月時点で、走行可能だったのは、鴨宮、生沢間、約 10km ほどの区間のみであった。鴨宮基地の跡地にある、記念碑。 新幹線発祥の地のプレートには3 2トルと記されており、これは綾瀬付近から鴨宮付近約3 2トルに相当する。4 3 k 3 5 5ルは藤沢市長後に位置するが、このキロメートル定は全線締結してからのもので、モデル線時代には、 横浜市通貨区間での用地買収が済んでおらず、想定軌道図面上で算出した距離を採用していたため、実際の距離より、東京駅方に約 1.25km 短いものとなり、4 3 k 3 5 5 m を、モデル線、km 程に置き換えると、タイに深谷橋梁付近になり、市場界の乗り場は正しく、この場所であり、 現在でも作業用としての階段が残されている。しかしながら、レール64東海道新幹線、鴨宮モデル線を帰り見るなどに掲載された、綾瀬川起点の写真は、綾瀬市と藤沢市の境界にある、第38県庁下道橋直下であり、綾瀬市側に折り返し点線用の渡り線も写っている。また、 43キロ480メートルの上り線側には作業用の八県庁昇降階段があり、切り読館の第3八県庁課同教会への出入り口として使われた。なお、藤沢市長後はもともとは、綾瀬に属しており、境界変更で藤沢市に編入された経緯があり、東海道新幹線工事士にもモデル線区間について、綾瀬のだわとの記述があり、 現在の藤沢市長ご会話をあ瀬と呼んでいた。また、東海道新幹線工事支電機編には42キロ600メートルに、綾瀬せ仮ホームの記載があり、これは、山和市福田の三県庭稼道橋と、引地川橋梁との間になり、霧読間から平地区間への移行帯に位置している。さらに、綾瀬川起点を、 小田急江ノ島のし座渋谷駅東方とするものもあり、当時の関係者の自費出版による、回顧録では、口座渋谷駅まで、電車通勤し、そこから軌道へ降りたとの証言もある。こうしたことから、トラベルムック、東海道新幹線1964夢の、超特急誕生前夜に、モデル線前後区間の軌道が整備されるたびに少しずつ、走行距離も伸ばしていったとあるように、 綾瀬川の探偵は固定されていなかったとされている。モデル線の車両基地としては、モデル線沿線で現在線の駅が近くにある場所が望まれた。試作車の車体を輸送する関係で、基地には現在線を引き込む必要があった。候補として、小田原、鴨宮、倉見が検討され、後期と工事費を勘案して、鴨宮が選ばれた。 1962年6月、鴨宮基地から東方向へ約 10km の行沢までの区間が完成したところで、モデル線全区間の完成を待たずに走行試験が開始された。この段階では、佐古川橋梁もまだ完成していなかった。当初は、1962年4月からこの約 10km 区間で試運転を開始する計画であったが、 後期が遅れて6月になった。その後、テストと並行して工事が進められ、1962年10月に全区間約 30km が完成した後は、時速 200km から時速 250km を目指して速度向上試験が進められていった。速度向上試験を終えると、さらに安定走行のための総合試験が繰り返された。 さらに工事が進み、1964年2月15日には、熱海伊勢の区間が、モデル線とつながって、綾瀬三島間 77km が開通した。4月21日、東京、大阪両運転所が開設され、モデル線管理区は役割を得て解散し、東京運転所の鴨宮ノ発出所となった。この後、新幹線の試験走行は、 新幹線局運転車両部に移管され、大阪・舞原間の実測 210km 速度、工場試験や、全線通しての試運転が行われていく。計画当初の不満規則に基づき、線形の名が与えられた試作車は二編成が作られた。試験という目的から、車両ごとに異なった特色を持ったものとされた。製造元についても編成内でも分けられ、 車両メーカー5社の分担となった。設計は国鉄、臨時車両設計事務所に技研とメーカー5社が協力する形で進められた。A 編成2両と B 編成4両を2種類の編成で連結して6両で試験走行する場合もあった。装備や機器類、台車は数種のものを車両別に取り付け、テスト走行の結果をもとに量産車に用いる形式を 決定した。形状や図色といったスタイリングについても A 編成と B 編成で異なるものとされ、量産型は窓部分を青いラインに塗り分けた B 編成に近いものとなった。1962年6月よりモデル線で様々なテスト走行を繰り返し、1963年3月30日の速度向上試験では B 編成がモデル線で 時速2 5 6トルを達成した。C 編成は1964年2月に搬入3月から AB 編成とともに試験運転に入った。4001は1962年にモデル船に登場。鴨宮基地は田中隆造管理区長の下で鉄道技術研究所から来た研究者たちが試作車両や設備のテスト、速度試験を実施した。 各種試験開業後も使われている、カモノミ変電所味密現象と、車両機密性を検証した、弁天山トンネル速度試験速度試験には対別して、速度向上試験と速度総合試験があった。速度向上試験で速度を主眼とした試験をして、引き続いての速度総合試験では、今後に必要な各種のデータを取っていくのである。 モデル線区の開通距離に応じて何3段階かに分けての試験が計画された。試運転開始式が行われた1962年6月26日の最高速度は時速 70km である。その後、テストを続け安全を確かめながら後時速 20km 刻みで段階を追って速度を上げていき、九月には約メートル区間で可能な最高速度と、 見積もられていた時速 160km に到達。モデル船が約 30km 開通後の1962年10月31日午前7時57分30秒には、東京起点 62km 第一1座沢トンネル付近で時速 200km に到達。1963年3月30日午前9時46分32秒には、 時速 256km をマークした。フランス国鉄の直流電気機関車が打ち立てた時速 331km の場合は、高速達成のために駆動装置や客車の改造を施すなど、かなり特殊な状況下で出た記録であるが、モデル線における時速 256km というのは、という点が異なるだけで、これらを別にすれば、 時速 200km の常時運転とほとんど変わらぬ状況下での記録である。最高スピードをマークした試作車両の全部側面左右にはレコード高速度記録時速 256km1963 年3月30日と刻んだ逆三角形の金属プレートが取り付けられた。また、鴨宮基地には新幹線の乗員及び 保守要員を育成する役割があった。中央鉄道学園小田原文書が置かれ、全国から選ばれてきた精鋭に在来線とは異なる、常務実習と知識講習を行った。分け所長は、管理区長の田中隆三が兼務した。鴨宮基地には仮ホームが設けられ、ここから、延べ約10万人ないし15万人もの人が、夢の超特急に試乗した。 内外の要人をはじめ報道関係者、市場切符を持った一般人までという幅広い市場者の受け入れは反対意見も多かった新幹線計画への理解を得る上で大きな役割を果たした。市場社例第二次世界大戦の終戦までに弾丸列車計画により東京大阪間のルートの何割かはすでに用地買収が済んでいた。後に モデル戦区となる早川相模川間も木場周地区間の一つである。新幹線建設の中心人物となる東郷真嗣が1955年5月に総裁に就任した。昭和30年代になって、価格輸送量の増大に伴い東海道線の増強が必要なことは明らかであったが、その方式については東郷のオス。 高気別線論だけでなく狂気増設論、狂気別線論、モノレール論など、国鉄上層部の中でも意見が分かれていた。1957年5月30日に、銀座山派ホールで、鉄道技術研究所、創立50周年記念講演会が、超特急列車、東京大阪間3時間への可能性へと題して、一般の人にも公開して行われた。 これは、篠原武所長の発案で、それまで、バラバラに行われていた、基礎研究が、鉄道輸送の高速度化研究としてまとめられ、それまでの基礎研究をまとめれば後期新線ならば、時速 250km の速度で、東京大阪間を3時間で結ぶことが、技術的に可能であるとして報告された。この講演会には、賛否両論が巻き起こったものの、これを契機として、 国鉄内部でも、世論でもこの高期別線案が力を得るようになる。1957年7月には、国鉄本社に、新幹線調査室が置かれ、東海道線の増強について、具体的な調査が始まった。1957年8月、運輸大臣の諮問機関、日本国有鉄道幹線調査会が設けられ、1958年7月、 感染調査会は、後期別線を5カ年で建設すべきと答申した。1959年度予算で30億円の、東海道感染増設費が認められ、海輸省の工事認可も下りた。こうして、新幹線計画は、東郷新治国鉄総裁と、島秀夫議市長の下で実現に向かって動き出した。1959年4月には、 新旦なトンネル東側高校で前線の起工式が行われた。標準機場を時速時速200メートル以上のスピードで営業運転する新路線の工事を5年後の1964年3月に完了させ東京オリンピック開催までに開業を実現するために前線開通を待たずに試作車両や新設備の実地試験を行える場、モデル線が計画された。 高速鉄道を走らせる基礎研究は原理的には解決済みであったがそれを実用化するまでにはまだまだテストして解決しなければならない課題が山積していた国鉄は新幹線を建設する上で最初から最後まで資金調達に苦しんだが資金調達の一環として世界銀行から8000万ドルの借款を受けることに成功し 1961年5月に正式調印の運びとなった。これで新幹線は世界銀行にも認められた日本の国家的プロジェクトとなり、たとえ政権委担当者が変わっても中止の浮き目を見る心配はなくなった。しかし計画通りに新幹線建設をやり遂げる責任は一層重くなった。 モデル線高架橋として作られたことがわかる、1961から12の名番、ヨーダ鉄道無線基地トンネル内列車電話用、アンテナ風速系モデル線には、神奈川県綾瀬付近小田原付近の区間 37km が選ばれた。小田原平塚間は、廃線前の弾丸列車計画の段階で、すでにほぼ買収済みであり、国立にある研究所からも、比較的、 近く、また長い橋梁や大小のトンネルもあって、走行試験に好都合であった。1959年4月に東京感染工事局が設置された。担当区間にモデル船を受け持つ東京感染工事局は、その建設に向けて準備を急いだ。ただし、すでに買収済みではあったというものの、用地は工作等の目的で民間人が借用していたため、 用地課の職員は、利索保障を含む、用地返還交渉から始めなければならず、新規買収と変わらぬほどの時間がかかった。門本良平によれば、神奈川県山都市、小田原市間は、土地収容法適用の事業認定申請を行っている。また、前線立体交差とするためには、地方道については、地元との設計協議が必要だったが、 これもまた時間と出費を要するものであった。国鉄の東京幹線工事局は1960年4月、ようやく東京大阪全区間の工事に先駆けてこの区間の建設に着工した。モデル線区に含まれる佐古川橋梁と相模川橋梁は1960年1月に着工していた。国鉄は、鴨宮駅の西で佐古川の手前、現在線に、 モデル船が接する地点で両船に挟まれた細長い三角形の土地に車庫かつ総合試験基地として鴨宮基地を建設し、1962年4月からは新幹線総局の現業機関モデル船管理区を置いて、車体の組み立て、偽装、試作車と諸設備の試験、検査、整備、乗員と補選要員の要請を行った。また、 カモノミ基地には試乗者のための仮ホームが設けられた。基地の建物は予算節約のためごく質素であったが、モデル船自体は営業運転が開始された時には、その一部に組み込まれることに決まっていたので、完全なものが作られた。関連施設モデル船の沿線には、平塚、大磯、カモノミの3つの変電所が設置され、大磯は、 東日本の50サイクルを西日本の60サイクルの電力系統に置換するための周波数変換変電所の役割を持ち、平塚と鴨宮には新幹線運行管理システムを設置する信号機械室を併設。変電所内には地震発生時に電力供給を遮断して緊急停止させるための地震計を設置。 開業を控えた1964年6月16日に、新潟地震が発生したことを受け、急遽耐震列車防護装置の設置が決定。本線各所が最終調整に追われていたことから、準備が整い開業を待つだけの状態であった。モデル線で試験導入され、人為的に作動させて、運転停止動作を確認し、有効性が証明されたことから、 前線配備となった。なお、当時の機械は、落下球式と、倒立振り子式の位置エネルギーを用いた単純なもので、地震が発生してから作動するものであったため、後の地震動早期検知警報システム開発の必要性が、すでに議論されることになった。また、藤沢市用田の線路脇と小田原の弁天山、トンネル上の山に、 ATC や列車無線用の通信基地を設置した。また弁天山トンネルでは、トンネル内でも列車電話の通話を可能にするため、両高校脇に中継機アンテナを設置した。時速200キロを超える高速運転の新幹線では、往復安定性の確保が重要で、模型による風洞実験から風速20メートル以上は、 警戒が必要になることが判明し、モデル線区間では、丹沢山地からの丹沢卸ろしが、軌道建設中から懸念されていたこともあり、沿線に、風速計を設置して、運転指令所へ伝送するシステムを構築、その有効性が確認されたため本線開業時に、全線で採用された。土木構造物モデル線区間の軌道では、高架橋、森土、切り取りの、 各構造体が混在し、それぞれの特性について観察された。高架橋橋脚では、標準仕様となる60センチ四方の角柱以外に、厚さ30センチの板状橋脚も採用され、振動、衝撃試験により関東大震災級の地震でも耐えうることを確認し、本線への導入が決定した。また、 高架橋区間での走行試験ではバラストを敷かず、スラブ軌道として、振動、騒音や軌道そのものへの負荷、雨水排水などを確認した。森土及び、霧土区間ののり面のうち、霧土面は、コンクリート溶壁で統一することが早々に決まったが、森土面では、叩きのような合成土壌を締め固めよう機械による、天圧のみでの露天放置やモルタル塗装、 さらに芝やクローバーなど10種類の植生養生も試みられ、その栽培方法も、箸と育病を、地植えや植生マットを用いてみるなどの試行錯誤が繰り返された。モデル船のテストを統括するモデル船管理区は1962年4月20日に開け区式が行われ、1962年6月、鴨宮基地から、 東方向へ約 10km の行沢までの区間が完成したところでモデル線全区間の完成を待たずに走行試験が開始された6月26日には統合総裁を迎えて試験運転開始式が行われたその後工事の合間を縫って手術のテストが進められ1962年10月に全区間約 30km が完成した後は 時速 200km を超え、最終的には時速 250km を目指して速度向上試験が進められていった。1963年3月30日午前9時46分32秒には速度向上試験で時速 256km を記録。この速度を達成するには高速走行時に起きる車両の打行動を克服する。 台車や超高速に耐えるパンタグラフなど、幾多の技術改良が必要であった。新幹線研究の主体となったのは、鉄道技術研究所である。新幹線に導入された技術は、すべて、十分に実証された技術の範に、ウェルプルーブドテクニークではあったが、それらを結集しても、時速200キロメートルを超える列車速度で、 安定的に走行するまでには、いくつもの課題を乗り越えなければいけなかった。モデル船で見つかった、問題点はすぐさまフィードバックされ、改良された装置で、またテストが行われる、その繰り返しであった。モデル船のテストとデータをもとに、各設備や営業用量産系電車の使用も、決まっていった。事故と、教訓1964年2月26日。 モデル船への侵入者による自殺が発生した。モデル船では、歴史を想定した試験として、軌道上に、約6 0ラムのジャガイモを起風圧で、飛ばされないようテープで固定した上で車両を走行させ、潰れたジャガイモの飛散状況を確認しており、その結果を生かして廃焼機の改良を重ねてきたが、事故を受けて、 金属板の廃晶機に、ゴム製の補助廃晶機を取り付けることが決まった。また、軌道への立ち入り禁止措置としてのフェンスの上部に、さらに有刺鉄線を仮設することも決まった。モデル線は、比較的温暖な湘南に設けられたことで、唯一雪に対する試験だけは行われなかった。そのため、開業初年の冬に、いきなり豪雪地帯の関ヶ原で運行に支障を来たす。 こととなり、雪対策としての融雪装置を急遽増設しなければ、ならなくなった。鴨宮保線基地1964年2月15日、モデル線は、西からの上り線と第一熱海トンネル内で、つながって、綾瀬三島間7 7トルが開通した。これをもって、モデル線は、モデルとしての役割を終えて、当初からの計画通り、東海道新幹線、 東京から新大阪間の営業路線区間に組み込まれ、モデル線管理区は同年4月下旬に廃された。走行試験は新幹線局運転車両部が引き継いだ。鴨宮基地は新幹線の鴨宮保線基地として現在も使用されている。鴨宮基地は新幹線試作車両が初めて組み立てられ、軌道を走り始めた地である。また、 新幹線の車両や設備の実地テスト、容易に要請も、この鴨の宮が出発点となった。1974年8月、国鉄は新幹線開業10周年を記念して、日本国有鉄道新幹線総局長、原田主たちの名で、鴨宮基地の跡地の新幹線線路際に、モデル線鴨宮基地の記念日、新幹線発祥の地を混流している。 それは平面三陰石に日本列島のレリーフと鴨宮の位置を刻んだシンプルなモニュメントで横壁には新幹線発祥の地というプレートがはめ込まれている。また2009年には地元市民有志により鴨宮駅南口側に新幹線の発祥地鴨宮の記念碑が建立され4月19日に除幕式が行われた。ありがとうございます。